CBI ジンエクスペッションオムニバス、GEO にシングルセルアネセックデータを登録するという話をします。ちょっと経緯としては、なんか僕はシングルセルのデータ解析やってて、論文を出そうとしているので、データを GEO に登録しないといけないんですけど、ちょっとシングルセルのデータを GEO に登録するやり方が、よくわからなかったですが、ちょっと統合 TV で GEO で検索しても、ほぼ全ての動画が GEO を使い倒すみたいな話が多いので、で、一つだけ例外的に、これマイクロアレイなんですけど、マイクロアレイデータを GEO に登録するっていう、動画が2011年にあって、これ一つだけだったので、ちょっとそれ以外で情報がほとんどなかったっていうのもあって、ちょっとこの情報を共有したいなと思いました。で、はい。GEO、参加している方は結構ご存知の方が多いんだとは思うんですけど、アメリカの、ナショナルセンターフォーバイオテクノロジーインフォメーション NCBI という組織が運営している遺伝子発現データベースで、ジーンエクスプレッションオムニバスを略して GEO と、言います。で、マイクロアレイだったり、アデンセックだったり、空間トランスクリプトームだったり、ケージとかセージとか、PCR とか、なんか、とにかく遺伝子発現に関わる実験のデータっていうのは全てここに登録することになっています。で、ここにシングルセルのデータを登録した手順を、早速紹介していこうと思うんですけど、まずアカウントが必要なので、この人員、GEO のページのこの右上のところに Sign in to NCBI というのがあって、ここからアカウントを作りました。で、こうサインアップする上で、すでにある、サービスと、オース認証でこう、情報をこう、なんだ、トランスファーするっていうの前提でこういうふうな画面になってるんですけど、僕は Google アカウントと連携して、サインアップをしたんですけど、あんまり、なんていうか、連携の意味がないというか、ユーザー名が僕のメールアドレスになったっていうだけで、それ以外、それほど情報は、なんか、NCBI 側に提供されてない感じなので、全部自分で手入力でいろいろ書いていったんですけど、登録画面で、ファーストネームと、ラストネーム、あと、メールアドレスを、入力して、あとは、職場の住所とかですね。こういうのを入力して、カントリーはジャパンにして、で、登録するっていうことをやりました。で、アカウントができたら、次は GEO のページで、下の方に Information for Submitters っていう項目があって、で、このサブミッションガイドラインズっていうページが大事なので、ここを見ました。で、登録するデータのタイプとして、マイクロアレイとか、アイスブットシーケンシング、あとそれ以外、ナノストリングっていうのは、これは空間トランスクリプトの技術だと思うんですけど、それ以外に RT-PCR とかセージとか、っていう、こういう3つのデータタイプが想定されているっていうことで、今回はシングルセル RNA-Seq なので、この真ん中のものだろうということで、ここをクリックしました。次世代シーケンサーでファストキーを吐き出すような技術は大抵ここなんじゃないかなと思っています。で、このページに移ると、いろいろ書いてあるんですけど、なんか required って強調されているのが、とにかくデータは、3種類用意する必要があって、まずメタデータスプレッドシート。これは後で詳しく話しますが、メタデータをまとめたファイルが必要で、で、あと処理済みのデータ、プロセスデータとローデータが必要です。シングルセルアネセックに関して言うと、大体の人は 10X Chromium でデータを取るんじゃないかなと思うんですけど、Chromium の、
データは続けて、10X のセズレンジャーで解析する人がほとんどだと思うので、セズレンジャーの解析済みファイルがプロセスドデータで、ローデータは多分ファスト Q ファイルですね。最初の BCL ファイルっていうのを ATGC の塩基配列の情報に変換したものっていうのが、まあ、ローデータに相当すると思います。で、まあ、この3種類のデータがとにかく必要だっていうことが強調されています。で、もう少し詳細のステップも書かれていて、まあ、こういう手順で登録してくださいっていうことで、ステップ1から8まであるんですけど、まあ、ステップ1、データタイプをチェックしてくださいってことで、今回は、アイスループットシーケンシングですね。で、ステップ2でローファイル、ステップ3でプロセスとデータファイルを、用意する必要があります。で、4で、メタデータスプレッドシートを入力すると。まあ、これが本当に時間がかかりますね。Excel ファイルにいろいろ書いていくんですけど、ここが一番山場だと言って過言ではないと思います。で、ステップ5で、そのスプレッドシートの中に、MD5 チェックサム値を入力してくださいってことを言っています。データを向こうに FTP サーバーに転送するんですけど、その時、まあ、通信が入るので、途中でファイルが壊れている可能性とかもあるので、こちらの手元でまず、ファイル一つ一つに対して MD5 チェックサム、MD5 サムコマンドで、そのファイルに紐づいたハッシュ値を出力できるので、それをメタデータスプレッドシートファイルに入力して、で、向こうでも同じことをやるので、その値が同じであるかを見てもらうっていう。まあ、そういうために MD5 チェックサムを書きます。で、ステップ6で、これは1個のフォルダの中に、ローデータとプロセスドデータを全部ごちゃっと入れてくださいということを言っています。なんで、そんなことしないといけないかっていうのは、多分この、まあ、FTP で転送する際の仕様なんだと思います。で、なんかステップ7でデータをトランスファーして、ローデータとプロセスドデータが無事向こうの FTP サーバーに転送されたら、その後にメタデータファイルをサブミットするっていう手順になります。この7と8は絶対順番を守ってくださいということで、まずローデータ、プロセスとデータを登録して、その後にメタデータですね。で、そのメタデータは、向こうですでにテンプレートを用意しているので、このダウンロードメタデータスプレッドシートっていうところをクリックすれば、手元に Excel ファイルがダウンロードされて、それに入力していくことになります。もう一つ、ダウンロードメタデータスプレッドシート with SRD Accessions っていう、なんか、ここにもう一つのボタンがあって、まあ、ほとんどにしてはこれ関係ないと思うんですけど、SRD っていう、塩基配列に関するデータベースが、まあ、NCBI にあって、で、先にもうそこにデータ登録されていて、で、後から GEO にもそれを登録したいっていう手順の人はこっちを選択するみたいなんですけど、まあ、普通は逆みたいで、入り口を GEO にしておいて、で、GEO で登録された、データが SRD にも登録されるっていう、順番になるらしいです。なんで、まあ、ほとんどの人はこれは関係ないですね。なんで、こっちのボタンを押します。で、このメタデータスプレッドシート、まあ、後で具体的に見せますけど、なんで必要かっていうと、まあ、こういう自分のデータが GEO に登録されたとき、こういうページになるんですけど、まあ、こういうタイトルだったりとか、生き物だったり、実験のタイプだったりとか、サマリーとか、まあ、関係ある論文に紐付けるとか、なんかこういうところで、いろいろ書くことがあるので、これをこちらで事前に書いておいて向こうに提出するっていう、まあ、そのためのものですね。で、まあ、実際に記入した Excel ファイルで説明をしてみますと、まあ、こういう SEC テンプレートっていうのが渡されました。
A 画面の方がいい。で、まあ、いろいろすごいいっぱい書いていて、あ、これはさっきのステップ1から9とかですね。で、事前に FAQ とかも書いてあって、で、記入例とかもここにいっぱい書いてあるんですけど、アーデネセックの場合はこう、チップセックの場合はこうで、シングルセルアーデネセックの場合はこうっていう感じで、まあ、なので、シングルセルアーデネセックのこのエグザンプルが一番関係あるのかなと思いますね。僕が書いたのはこういう感じで、まあ、共同研究者と頑張って一緒に書いたんですけど、まあ、タイトル。まあ、これちょっとウニのデータなんで、ウニの、ことに関することを書いていて、どういうデータなのかっていうサマリーを書いて、どういうふうに実験したのか。あと、コントリビューターは、この人ですとか。で、僕の場合は、10サンプルデータがあるので、各々ライブラリーネームをこういうふうにつけて、実験条件と時系列で、の組み合わせで10サンプルであって、各々にタイトルをつけて、生き物はこれで、まあ、ティッシュは、まあ、なんか、腎臓とか肝臓とかと、なんか、特定の部位を取り出してやったんなら、それを書けばいいと思うんですけど、今回は、生き物の体全体なので、フォールと書きました。なんか、ここの、アスタリスクが書いてあるところは、必ず記入しないといけないんですけど、アスタリスクが2つあるところは、確かどれか一つを書いていればよいということだったと思います。ティッシュかセルラインかセルタイプかみたいなのを書けばいいみたいで。あと、ここは自分で追加した項目だったと思うんですけど、まあ、処置、試薬を投与したみたいなのとか、あと時系列。これは受精後に何時間経ったかみたいなのですね。あと、モデュがトータルアデネ、まあ、大体の人はトータルアデネで、なんか事前にバイアスをかけて特定の種類のアデネだけを抽出しようとすると、ここはまた、核アデネとか、プロテインとか、なんかボディアデネとかいろいろ、切り替えることもあります。で、10X クロミウムなんでペアエンドですね。これはシーケンサーで、僕はイルミナーじゃなくて、ちょっと久米さんに申し訳ないですけど、中国の、なんだっけこれ、DNBSEC っていう、ものを使いました。まあ、最近安くてみんなこれを使っているみたいです。で、あとは、プロセスドデータに関しては、このバー構図、フィーチャーズ、マトリックスって、これが10X クロミウムで出力されるファイルなので、これをまあ登録しました。で、区別がつくように、最初に、サンプル名、ライブラリー名、書いて、アンダースコア、マトリックス、なんちゃらみたいに書きました。で、ローファイルに関しては、ファスト級ファイルなんで、まあ、こういうファイル名にしたっていうことで、まあ、こういうのすごい頑張って書くわけですね。で、あと実験のプロトコールに関しても、抽出プロトコール、ライブラリーの、作成プロトコールとか、ここら辺は他の人がどう書いてるのかを見つつ書いていくといいかなと思います。プロセスドデータファイルの種類。これはセズレンジャー、のファイルですね。あと、ペアエンドが、また、ある塩基配列に対して、こう、左側の配列と右側の配列を、こう、離れたところから同時に読むみたいな、時の、この左側と右側のペアが、おのおのどっちなのかっていうので、こういうふうに対応表を書く感じです。これと、MD5。さっき言ったチェックサムの値ですね。まあ、これを頑張って、こう全部、ローデータとプロセスドデータに対して書いていきます。このくらい書いたら多分、OK ですね。
まあ、とにかくこの記入が一番間違いなくしんどいですね。ここを頑張ってくださいっていう感じで。で、そしたら、データ、ローデータもプロセスドデータもメタデータも全部揃うことになるので、そしたら、登録のページに行きます。まあ、この URL のところに、こういうトランスファーファイルズっていうページ、ボタンがあるので、このボタンをクリックしますと、具体的にデータを、向こうに転送するためのページに移ります。GO ファイルトランスファープロトコルで FTP で、データを転送するんですけど、アップロード先っていうのが向こうが指定していて、CBI の FTP サーバーのアップローズディレクトリの下に、自分のユーザー名と、アンダースコアディレクトリ名っていう名前のディレクトリが作られているので、ここに、手元のデータを転送します。で、ステップ2で、ローデータプロセスドデータを転送して、ステップ3でメタデータをアップロードするっていう順番ですね。この2と3は絶対この順番にやらないとダメですね。2のところをちょっともうちょっと見開きを見てみると、なんかすごいいっぱい書いてます。なんだろう。まあ、なんかローデータを登録するだけだったら SRD にしてくださいみたいなことを書いてますね。プロセスドデータがあるなら GO ということで。あとはデータが大きすぎると良くないとか。あと、通信に関して、サードパーティーのソフトウェアでファイルジーラっていうのがあるので、それを使うとか、なんだろう、Linux、Unix ユーザーが、コマンドでデータを向こうに飛ばしたいっていう時に、NCFTP とか LFTP とか FTP、SFTP、NCFTP ブットとかいろんなコマンドが用意されているので、適宜それを使うということになります。まあ、なんかこの、ユーザー名、パスワードみたいなところは、そういうコマンドを実行するときに使う情報です。で、僕はそういう、なんか GUI のツールでデータを転送するのがちょっとめんどくさかったので、まあ、普段は、理系のサーバー上でデータ解析しているので、まあ、そのサーバー上からそのまま CBI の FTP にデータを飛ばしました。で、ちょっと個人の情報がいろいろ書いてあるので、ちょっといろいろ隠してしまって申し訳ないんですけど、まあ、LFTP コマンドは最初から使えたので、LFTP に向こうが指定したサーバーの場所を入力すると、そこの FTP サーバーにログインできます。で、向こうで、mirror-rgo。ちょっとこの GEO っていうのは、僕は手元で GEO っていうディレクトリを作って、その中にローデータとプロセスドデータを置いたんですけど、まあ、もうちょっと具体的な名前にした方がいいかもしれないですけど、まあ、その手元の GEO ディレクトリを向こうの FTP サーバーに転送するために、まあ、こういうコマンドを実行しました。で、今はファスト Q ファイルが具体的に向こうに飛ばされている。ので、時間としては、1時間かかんなかったぐらいですかね。まあ、結構早かった気がします。まあ、ちょっと、これはまあ、理研の、通信環境が良かったからっていうので、多分家からやると大変なことになると思います。はい。で、まあ、これで、そのミラーで向こうに転送が完了したら、次はメタデータのアップロードですね。で、まあ、先ほど僕が、作った GEO っていうフォルダ名をここで選択して、で、Excel ファイルをここに、指定します。で、サブミッションリリースデートっていうので、このデータをいつ公開するかっていうのをここで設定できます。で、ちょっと僕らの論文がいつ公開されるかわかんないので、まあ、ちょっと長めに2026年みたいな、ふうな日付に設定しています。これは、もし実際に公開するってなった場合、後で好きなタイミングで、
誤解するように切り替えることができるので、まあ、後でいくらでも変更はできます。で、こういうふうに入力をして、サブミットしました。で、あと補足としては、まあ、そうですね、データ公開の日付を切り替えることが後からできますっていう話。あとは、サブミットという GEO で、なんか、サブミットボタンを押した後にこういうページに移りまして、いろいろ書いてあるので、まあ、ちょっと見ておいてくださいって感じなんですけど、まあ、とにかくメールが届きます。すぐに GEO からこういうページが、ウェブ、なんだ、メールが、送られてきて、within 5 business days のうちに、で、なんか、向こうからコメントが来ます。で、多分、人の手で、そのメタデータが、きちんと書かれているのかチェックが入るんだと思います。で、問題なさそうだったら、僕の場合、まあ、5 days どころか、まあ、2日後ぐらいには帰ってきたんですけど、まあ、こういうふうに、返答が来て、問題ないです、みたいな、ことが言われてて、ここに、僕のデータがどういうふうに、GEO で、登録されているのかを見る、ページがあって、僕のデータはこういうアクセッションが、付けられたんですけど、ステータスがまだプライベート until April 1st, 2026になっているので、これは他の人は見えない状態ですね。で、公開に切り替えたらもうここが全部、他の人が見えるようになるっていうものです。で、一つのこの GSE っていうシリーズっていうアクセッションの下に、さらにサンプルごとの GSM っていうアクセッションが紐づいていて、この場合は10サンプルあったので、10種類の GSM のアクセッションがこういうふうに紐づいています。GSM も、ステータスはプライベートアンティーなんちゃらってなっていますね。で、GSM の下にあるのが、こういう、10X セズレンジャーの、3種類の解析済みファイルです。で、ここちょっと、リンクがまだアクティブになってないですけど、自動的に向こうが SRA とかバイオサンプルみたいな、他のデータベースと紐付けるのを、なんか自動でワークフローでやってるみたいで、なんで、まあ、GEO に登録すれば SRA にも登録されたことになるっていう、ものになります。はい。まとめますと、シングセルアネセックデータを GEO に登録する手順を説明しました。で、まあ、明らかに一番大変なのはスプレッドシートですね。で、頑張って、メタデータをまとめてください。あと、ハマるところがあるとしたら、ローデータとプロセスドデータは一つのファイルに、フォルダにまとめて詰め込んでおかないと、で、FTP だったらミラー -R フォルダ名みたいな感じで、実行するしかないので、このフォルダの下に必要なものすべてが入ってないといけないので、このファースト級はこっちのディレクトリにあるけど、こっちの、セレンジャーファイルはこっちにあるみたいな、そういう状況はダメで、まあ、1個のフォーダーにまとめてください。で、あとは、順番が大事で、ローデータ、プロセスドデータを最初に登録して、スプレッドシートは後ですね。その順番を間違えると、大変なことになるみたいなことが書いてました。はい。以上になります。はい、ありがとうございます。では、参加者の方から何か質問とか、コメント等ありますでしょうか。ちなみに私から一つ質問なんですけど、ちなみにこれって、
お聞きして、今思うと、こういうのって、NCBI に結局登録したことないなと思いながら聞いてたんですけども、どれぐらい時間ってかかるもんなんですかね。全工程。まあ、どうなんですかね。慣れてるかどうかにだいぶよると思いますし、一回書いたことがある人はメタデータのスプレッドシートをスラスラ書けると思うので、なんかで、ファイルを集めるとかデータを向こうにコマンドで転送するとか、そんなにデータ解析できる人は大変じゃないと思うんですけど、明らかに大変なのがスプレッドシートで、そのデータの、なんていうか、背景情報を完全に把握してないといけないので、で、今回に関しては、共同研究で、まあ、ウニの研究者と一緒にやってるんで、その人しかわからない情報っていうのがあまりにも多くて、僕の方では、記入できない項目だらけだったので、一回その人のところに行って、3時間ぐらい頑張って、なんかこう、2人でこう、ここはどうですかねみたいな感じを記入して、一気に書き上げたっていう感じです。ただまあ、一回これができたら、2回目はめちゃくちゃ早いと思うんですよね。ウニの人ともう一回データを取った場合は、もう、だいぶコピペで済ませられるところが多いと思って、そしたらもうそこはもう、ほとんど30分くらいで終わるんじゃないかなという感じがします。あんまりプログラミングと関係ないですよね。だからそこは。そうですよね。そこはまあ頑張ってくださいって感じで。ありがとうございます。はい。ご質問が、ファスト Q ファイルを登録しないことや、コントロールアクセスでファスト Q ファイルを登録することはできますかっていうご質問ですね。QQ ファイルを登録しない。ああ。なんか FAQ に書いてあったような気がしますけど、ちょっと、わからないというか、今お答えできないので、後で調べて、統合 TB 化するときには、コメントというか、書いておきます。ありがとうございます。コントロールアクセスでファスト Q ファイルを登録するっていうのは、アクセスに制限かけるっていう話ですよね、多分。いつまでは非公開とか。まあ、ファスト Q 自体は SRE に登録されるので、なんだろう、ファスト Q だけや、コントロールアクセスみたいなことですかね、多分。プロセスとデータはオープンだけど、ファスト Q は制限かけるみたいな、特殊なことができるかっていう質問ですかね。ちょっとそれもわかんないですね。なんか設定次第できるかもしれないですけど、まあなんか論文にするにおいてはもう、データオープンするのはもう昨今の流れではマストなので、そこがオープンになってない限りは論文もアクセプトはされないと思うので、まあ論文になる、するときはもう絶対オープンにはすると思うんですけど、はい。ちょっと調べておきます。ありがとうございました。